ホーミーズ、まあ、そのカードは、はい、みんなの日常のピンチを助けてくれるらしいです。そんなカードなんですか、はいはい、エンジェルカードじゃないエンジェルカードではないです。じゃないです。2億円毎回入ってくるけどねということで、そんな素敵なカードまでいってらっしゃい。さて、交通系電子マネーを使って残高がない。こんな時はバンドルカード、ポチッとチャージでチャージ完了。ピッ。でも今日高かったし、もうバリカンにしよう。いや大丈夫、今日は俺が払うよ。え、かっこいいもん。お金がない。え、そんな時はバンドルカード。あ、支払いバンドルカードね。何それ、超かっこいい。やべ、虫刺されてはかゆい。かゆい、背中かゆいけど手が届かない。どうしよう。その時はバンドルカード。バンドルカードの長さは約10センチ。これでかゆいところにも手が届いた。孫の手代わり。あー、もう鬼滅の刃見たい。もう鬼滅見たい。お母さんネットフリックス契約して。やべえ、めんどくさいから。もう自分でやりなさい。もう無理だよ、難しいもん。はそんな時はバンドルカード。登録日の神神楽バケツ。あ、ホーミーズのルカくんの YouTube ライブ始まった。ルカくん、コメント読んで、コメント読んで。どうしよう、全然コメント読んでくれない。あ、そんな時はこれバンドルカード。スーパーチャット2万円だ。あ、ちばこちゃん、スパちゃん2万円、ありがとうございます。読んでくれた。もうルカくんしか勝たん。おい、お前何ぶつかってんだよ。おい、調子乗ってんのか。やばいやばいやばい、このままだと完全にやられちまう。そんな時はバンドルカード。このもんどころが目に入らぬか。バンドルカード。ごめんなさいごめんなさい。うわぁ、もう雨降ってるから買い物行けない。お外出れない。買い物行きたいけど。そんな時はバンドルカード。アマゾンで購入購入こここ購入。カードカードカッカカードに入れる。はい、それでは試験開始。よし、数学のテスト頑張るぞ。最初は図形の問題、定規で測って。ああ、定規忘れてきちゃった。そんな時はバンドルカード。定規がなくても余裕余裕、まっすぐ引けちゃった。やべえ、大学遅刻する。しかも財布忘れちゃったし、もうどうしよう。そんな時はバンドルカード。タクシー、バンドル大学までお願いします。お、みんなおはよう。タクシー通学。あはー、余裕余裕。あいつだな、こないだはよくも俺のこと一発で狙撃してやる。おら、パン。うわ、俺もここまでか。そんな時もバンドルカード。これを胸に仕込んでおけばスナイパーからの狙撃も守れちゃう。バンドルカード、バンドルカード、バンドルカード。おかえりなさーい。はい、おー、守られてましたね。守られてました。今日はね、そんなみんなのヒーローバンドルカードくんをご紹介いたします。いらっしゃい。あ、このバンドルカードなんですけれども、うん、なんとアプリ登録が1分でできちゃうっていう噂なので、1分測りますよーい。さあ、はい、まずアプリ、あ、もう、はい、アプリを入れてる時点でちょっと古いけど、でもちゃんとね、最初から、はい、まず今、電話番号を入力しております、うんうんうん、はい、はい、17秒経過。ユーザー ID 迷うな。いや、迷わないで。
はい、生年月日。生年月日。あ、遅い遅い。これ待って、間に合う。これ間に合う。ちょっと待って。はい。男性、OK。男性。今、発行中。発行中。はい、はい、発行中。始める。はい、終了。おー、ちょうど1分。ガチ？ちょうど1分。すごい。すごい。いや、でも。1分001に001、まあこのタッチの差だね。タッチの差だった。多分いけてたよ。あ、本当に。しっかりあの利用規約などはしっかり確認してください皆様。間違いない、はい、登録はできたんですけれども、うん、まだお金がね、うん、入ってないので、そうです、スカラカンの状態なので、はい、まずチャージしていただきます。はいはい、まずはお金をチャージです。はい、まずはお金をチャージ、はい、ポチ。こちらに名前とメールアドレスを入力します。はい、入力してください。はい、ポチッとチャージの審査が無事通りまして、はい、5000円が入りました。おめでとうございます。ゲット？ゲット。賞金ゲット？賞金じゃない、いや結局は自分のお金ですのでね。あ、そうなんですか。結局自分のお金ですので。危ね、使いすぎるようになった。賞金じゃないので。賞金じゃないんだ。まあここでチャージした金額は後払いになってますので、うん、まあ、特に今現金がなくても大丈夫です。なるほどね。はい、うん、今5000円入りましたけれども、はい、最大で5万円までチャージすることができます、うん、はい、でこのアプリにチャージしていただくと、うん、Amazon だったり、うん、iTunes だったり、うん、そういったネットショッピングで使うことができます、うん、あー、なるほど、うん、ってことはあの YouTube のスパチャもやっぱり使えるということで、うん、そうですね。あ、はい、一番いい使い道ですね。くれるってことかな、みんな。へー、しかもこうやって明細が見れるから、はいはいはい、あ、ちょっと使っちゃったなとか、あ、あん時にね、俺チャージしたのかみたいなのが簡単に思い出すことができるっていうのも。確かに現金で払ってないからさ、あの、そうそうそう、どんぐらい使ったか自分で、ね、分かんないもんね。計画的にね、管理することができます。なるほど。まあでもなんかアプリだけだと、はいはい、作った気になんなかったりするじゃん。ルカ君、はい、どうぞ。ここにあるんです。あるんです。リアルカード、あるんです。リアルカードで、このリアルカードを実際に発行すると、うん、なんとリアル店舗でもね、 お買い物できちゃいますよ。なるほど。しかもこうスタイリッシュですね、カードの感じも。まあカード基本スタイリッシュだけど。確かに。何がすごいかって、うん、学生がモテるんですよこれ。そうなんですよね。そこだよね。学生でもクレジットカードのように使うことができる、うん、イケてるカードですね。はい、バンドルカードのアプリのダウンロードは概要欄のリンクから行いますので、皆さんぜひチェックしてみてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。